終わった。お前今のミスある？仲良くやろうよ。かなり追い込んで勝って勝負しろ。しゃー自分の命を削る。そうでいいんだよお前これで。ごきげんよう。おいっす。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今回はコチューゴと田中ジュリです。はい、この2人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。名乗るパターン、名乗るパターンで僕はやらさせてもらってます。コージの時とかもね。今回プレイするゲームなんですけど、前回やらせてもらったスーパーボンバーマン R でございます。はい、ボンバーマンですね。ボンバーマンですよ。ボンバーマンはまあもちろん知ってますよ。知ってますか？やったこともありますよ。あれ以前ジュリはいなかったか、このゲーミングルームでやらせてもらった時に北山くんが来てくれて、あ、はい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 、そこでめちゃめちゃ楽しんだんですけど、北山くんがフラッと遊びに来てフラッと勝ちをかっさらって帰っていくっていう、めちゃめちゃうまかったのよ。なんか噂によると北山くんは普通にただゲームがしたくて来たっていう。そうそうそう、あのゲームやりたいからこの部屋使えるっていう感覚で入ってきてもうだから友達じゃない、やっぱ。そうだから俺らボコボコにされちゃったのよ。え、北山くんはそのボンバーマンをやり込んでる人ではない？いや、やり込んでなかったの。メンバー的に有岡くん、宮田くんとコーチと慎太郎。そうだから慎太郎と俺はもうドベです。4、5っていうことです。でも言ったら普通にゲームできるメンバーは、ね、そうよ。有岡くんと宮田くんも結構うまかったんだけど、慎太郎もいろんなゲームうまいもんね。めちゃめちゃうまかった北山くんが。やられたわけだ。やられた。まあそんなね、もうめちゃめちゃ悔しかったから今日練習もしたいなっていうことで、うん、でも今回はね、ボンバーマン R のバトルではなくストーリーモードで挑戦します。ストーリーモード、ね、はい。全50名以上の多様なステージを遊びながら進むモードです、はい、で2人での協力プレイが可能で、宇宙の平和を守るボンバーマン8兄弟が主人公となっております。8もいるのボンバーマン、ね、俺も知らなかった。え、あの白でここピンクのやつじゃだけじゃないの？いや俺もびっくりした、8もいるんだね。あ、そう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 。宇宙征服を企む悪の帝王バグラーと最凶悪5人衆を倒し、宇宙の平和を取り戻せ。めちゃくちゃ壮大じゃん。やばい。だからトム・クルーズ主演でもおかしくないぐらい。悪の帝王バグラーと戦うっていう。はい、でももう口で説明してても分かんないと思うんで早速やっていきましょう。コーチと俺は敵じゃなくて協力するってことよね。そういうことですよ。だから OK、 2人で協力して宇宙征服するやつを。うわー、そうだ、これアイテムめっちゃ取るとさ超でかい爆発になるんだよね。いや、そう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 、やばいよ。え、もしかしてこれがバグラー？バグラーだ。恨み抱き者と壮大だね。復讐の機会を与えよう。バグラー怖っ。立ち上がれ凶悪ボンバー5人衆。俺凶悪ボンバー5人衆を倒すんだよね。うわぁ、ストーリーがあるんだ。ダディボンバーマン得意。マジで正義のロボット生命体使いこなせないまま終わっちゃった。ひたすら北山くんにボコボコにされた。宇宙の平和を守るための訓練に励んで。コーラー、かわいい。今日のトレーニングは。あ、これ8人兄弟。8人兄弟。あ、俺これだよ、これこれだよ、これも知ってる。怒ってる。あれ黒いのも知ってる。黒ボン。必要な。あと24時間56分寝かせて。俺は戦うぜ、平和のために。で、どこだ、どこを爆破すればいい？町長、待って。コーチと俺のストーリーモードマジでもうプライベートじゃん。いいじゃん。まあのんびりっていうか、なんかまあいつも通り雑談しながらちょっとストーリーやっていきましょうよ。ボンバーマンの声ってこんなかっこいいんだね。白兄ね。緑ボン。そうか、お前だけだよ分かってくれるのは。でも僕ピンクのやつの名前なんだろう。そうね、ピンク、黄色ボン、黄色ボンとピンク、ピンクちゃんかな。ピンクボンじゃん。そうかそうか、わかった。じゃあこのお金でお腹いっぱい食べてきな。おってなんで、おかしいだろ。日夜訓練に励んで。赤強そう。赤強いね。黒ボンかっこいいね、やっぱり。やってらんねー。ストーリーが始まるわけだな。やばいんだね。帝王バグラー、
この宇宙を支配するものなり。うるさい、聞こえてるから。視聴者も政府の視聴者も邪魔になってるから。まずは闇星系の五大惑星を占領させてもらった。はい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 。いずれ貴様らの星は同じ運命をたどることとなる。命が惜しければ降伏せよ。それが嫌なら我が忠実なる配下凶悪ボンバー5人衆を倒してみせることだ。よし倒したな。奴らに挑む勇気があればの話だがな。ガーッうるせえ声優さん殺しちょっといや声優目指したいなと。俺多分声優デビューするならボンバーマンかな。やめた方がいいって絶対。いやもうすでにいるから、ね、シロボン気合入ってるよ。割としっかりそうだもん。白A さんお弁当。私乱暴なことはちょっともうちょい大きい飛行船ないのかね。家庭の事情あれシロボン乗れる。シルボー、ああ、乗ったよかったよかった。そしてボンバーマン8兄弟とバグラー軍団との戦いの火蓋が切って落とされた。これはバラバラだバラバラだったけど大丈夫コミュニケーション誰か分かってないな。こういう8人が一番強いんだよ。全宇宙の命運は君たちの肩にかかっている。ちょっと待って、そうっすよ。 A B 多分 Maybe これ終わりじゃないよね。終わってねえよ、今からで。はいはいはい、ワールドを選択、1でいいんじゃない。よーし俺シロボンにしとこうかな。あーこれスキンを選んでるのね今。あとりあえずいつものかな俺は。これかこいつピラミッドヘッドボンバ ボンバーこれでいきましょう。全ての敵を倒すのが条件ね。ピラミッドボンバーでオッケー。オッケー。俺は白ボンだよね。あ、まずね。ねえねえ、ダーディー。なに、なに、なに。俺ここに置きたいね。よし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 、倒していこう、倒していこう。危な。オッケーオッケーオッケー。え、なんでここに置いたのお前。いや、一応全部ちゃんと俺。やばいやばいやばい、やったやったやった。え、ダディのせいで動けないって。いやでも 2匹倒したからちゃんと。あ、これもうこのエリアクリア。え、でも待って待って、ブロック壊せばアイテム取れないかもしれないじゃん。あ、そういうことね。お前 B 型 A 型本当に。お前何型。 B 型。 B 型じゃねえかよ。だって俺ここ置くからって、そこ置いたら俺逃げられないから。なんでダディ大丈夫か。ダディなんで置くの。危ない。もう考えておいてよ。ほんと、ね、ダディマジなんで協力できないかね。あ、もう敵来ちゃったし。やばい、しまった。よし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 。ダディ俺もう復活できない。え、嘘でしょ。ちょ、もう入っちゃわないそれ。いや、アイテム欲しいでしょ。ね、お願い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 。え、じゃあ絶対あ終わったお前今のミスある。これなんかいけそうだったじゃん。違うねー。違う、仲良くやろうよ。最近お互い置いたら置いたって言おうよ。一回さ動けなくなっちゃうじゃん。自分が置いたとこだけを見すぎてる。そう、本当に協力しよう。協力しよう。置いたよ置いたよ。あ、失敗しちゃった。何してんの。あ、大丈夫大丈夫。あの、俺必殺技使ったから。何必殺技。あの、のろくなるやつ。危ね、危ね。置いたって言えよ。危ねえな。置いたよ。これ一応上のやつを踏んだ方がいいんだよね、多分ね。あ、これでようやくいけるようになるんだ。いくよ、ダディ。やったぞー。
やったぞー。よしよしよし、最初からこうすればいいのよ。そうよ、置いたら置いたって言おう。置くよ。はい、置いた。え、置いた、置いた、え、置いた。こんな変な感じが。よし、お、ダディ置くよ。ダディ置いて。あ、こっち置くよ。置いた。こっち。やばーい。あ、まだ生き返った。置いた。カエルやべえぞ。置いた。置いた。なんで倒せねえな。置いた。置いた。置いた。よし倒した。置いた。あ、まぐれてる、吸われてる。オッケー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 。あ、行っちゃった。敵、お、俺どこ？俺どこにいんの？え、俺どこ？あ、いたいたいた、ここね。あ、これ全然壊れないじゃん。何？俺ガチ上手くなってきたかもしれん。あ、これこっちなのか。はい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 。場所が違ったのね。オッケー。行こう。やべ、あーあ、取り取る、ごめんなさい。協力じゃないよ、もう。やばい。どれ？今取ったアイテム。どれ取ったって。足速くなるやつとか。あれは自動と自分の能力が上がってくる。あ、そういうことか。火のやつか。はい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 。で、何これは。完成室に到達するまでには僕が腕に寄りをかけて。あ、ステージが難しくなる。うん、数百の警備ロボット、そして数千のトラップがあるのだ。大丈夫。トラップが、うん、なんか変なとこ出たぞ。どこから入ってきてるんだお前たち。なんでちゃんと順路通り来ない。メロは、警備ロボは、トラップは。兄貴、なんか小さいのがいるぜ。小さいって言うな。僕は敵か。この州の一人、マグネットボンバー。この基地の指揮官だ。なるほど。はいはい、指揮官を倒すってことね。くっそー、バカにして。戦うの。もう怒った。戦うんじゃない。ピラミッドボンバーが倒してあげましょう。この八兄弟じゃないからな、もうピラミッドボンバー。確かに。オッケー。マグネットボンバーいた。奥にいる、奥にいるよ。やっつけてやる。はや。ボンバー置いてきてるじゃん。そうよ。あいつも俺と同じボンバー使いか。危ね。早いなこいつ。あ、積んだ積んだ。ダディもうゼロ機だから死ん、俺ら負けられないよ。オッケーオッケー。うわー、やれた。しかも絶対今俺のボンバーだね。あああ、終わった。すげえ、マグネットボンバー。え、ダディこれ上もあるよ。そう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 。あ、分かった、俺上から攻撃するわ。二人ともやろうと。やばいやばいやばい。ダディこれマジで協力して挟まないっすか。いやー、なんで今挟めそうだったな。お、やられてる。ダディ無理だよ。なんで？マグネット親分強えよガチで。集中。こいつ置くの早いんだよマジで。相手が置くじゃん。置いた。なんで？わかった、これもう長引かせて。こ、何が起こったの今。ん、なんか
入ってきてくれた。お前の爆弾に？ああ、俺の爆弾かな、わかんない。え、まだいるやん。強そう。え、なになに、どうやってやんのこれ。しまった。え、しまった。え、なんか俺もう閉まってたよ。え、怖っ。いやこれ閉まってる閉まってる。あんまり近くに当たっちゃいけないんじゃない。え、あ、爆弾置いてんのにバレされちゃうわ。オッケーオッケー、おびき寄せた方がいいね、こっちに。はい、こっちこっち。あ、いいよ、当たるよ、当たる当たる当たる。サンキュー。オッケーオッケー。なんかわかんないけど必殺技使っちゃおう。え、俺どこにいんの。え、あ、俺もうお亡くなりになった。でも分かった分かった分かった。勝てるよこれ。勝てる勝てる勝てる。これね、さっきより簡単だと思う。いや、ちゃんと近くに寄りすぎちゃダメなんだよ。はいはいはい。で、はい、おびき寄せる。アフキック。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。吸収はまあされたけど、これはボンバーマンだからボムが無限に出ますよと。吸収するだけ無駄ですよってことですよね。はい、来るよ。 あ、これ当たんねえんだ。当たんねえんだこれ。当たった。何が当たってんのこれ。何が当たって。オッケー、いいよ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 。オッケー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 。あ、ちょっと怒った。早くなったね。オッケーオッケーオッケー。ナイス。はい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 。当たってる当たってる当たってる。あぶない。あ、ごめん、閉まってる。大丈夫。閉まって、あ、いいね。お亡くなりの武器閉まってるっていう。あ、こっち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 。あ、閉まってる。ちょっと閉まりすぎ。早いんだもん、思ったより動きは。ジュリエ頑張ってね。え、こと出る。アメリカの強いじゃん。確かに八方に置くっていう四方八方。危ねえ、閉まりすぎてた。いやでもひどかったな今。いやでも勝った勝ったから。そうね、勝てやいいな。二人ともそのくらいに。これ難しいね。難しい。僕はまだ負けてない。ボムパンチが意外に使うないわ俺。話し合いましょう。暴力は何も生まないと思います。乱暴なことはちょっとって言ってたもんね。いや、もう一体さ、5分の4、あ、4じゃねえ、2は倒したくない。落ち着け水棒。こいつまさか暴力振るわれたら謝れ。来るぞ。何が強っ。血を怒らせちゃいけないし怒らせたわ。もうちょっとこういうの後半にパワー取っとくんじゃないの。兄ちゃんなんだこいつだけ。水色ボンバー、水ボンだからね。ほら、兄ちゃんって言うんだ。兄ちゃん強。これでクリアしたの。あ、もう一個行きたくない。いける。いける。あ、最初の状態にね。なるほど。クリアするとアイテムが最初の状態に戻るわけね。はい。だ、何もない最初の俺ってことね。はい、続いてモリモリスターです。モリモリスター。古代遺跡が緑に抱かれて眠る環境資源惑星。いらねえいらねえ。環境保全用の動物ロボットを操って暴れさせてるみたいだ。コントロール電波を発信している装置がこの森のどこかにあるらしいんだけど。この森にどこね。いってらっしゃい。おいおい、シロボンだけに行かせるなって。一番彼を教え、俺には似合わないな。行くんだよ全員で。こんなところで尻込みしてたら宇宙に平和を取り戻すなんて。うわぁ、ヘビ。なんでもない。それより僕の後をしっかりついてきなよ。ここは危険だ。絶対にはぐれないように。シロ兄さん、これワンちゃん俺声優のオファー来るかも。来ないね、この動画で。聞いてる感じそんなキャラクターに。僕の声優へのオファーはまた概要欄に貼っておきますか。
あんまりキャラクター使い分けられてなかったよ今までね。俳優の一応オファーの概要欄に書いてたんだけど、ちなみに今のところゼロなんだ。ゼロだよ。声優向きだったのかもしれない。よし、どうする。いや、ちょっと俺変えようかな。俺もピラミッドで行くわ。ユニークタイプ。あ、なんか提灯とかあんの。あるよ。俺王冠にしようか。やっぱ提灯にしよう。やっぱこうにしようか。提灯にした。俺王冠にしよう、うん、よし、もう一回やる。いくでー。かよし、行こう。いや、俺絶対声優来るよ、これ。来ねえって。あ、これ何、この草を壊すんだ。そうね。あ、ちょっと。ちょっと待って、ちょっと待って。え、ちょ、今のは結構もう積んでたから。コーチってゲームしてるとき一人ごと喋るタイプ。え、喋るときと…やばいじゃん、何？危ねえ、やられた。あ、これ何？え、上に乗ってると…上に乗ってるとき難しくね、これ。何？俺がスイッチ今オンオフしてんだよ。いや、余計なことすんなよ。危ねえ、敵が倒されちゃうとこだった。なんでやるんだよ。よし、出ないと思ったでしょ。ドリルマン、あっ、鍵発見。持った。お、鍵出た。はいはい。おい、なんで？鍵と引き換えだよね。鍵があと2個。そんなに？うん。もう行こう、さっさと行こう。俺マジでもう本気出していい？いや、俺も本気出すから。お、本当はボンバーマンめちゃくちゃうまいんだよ。いるよね、そういうやつ。まだ本気出してねえからみたいな。はい、挟んだ。はいはいはい、鍵ゲット。もう本気。え、待って、俺マジで本気出すからね。なんか閉じ込められてるんだけど。え、俺どこにいるの。あ、上行けた。あ、やばい、ドリルマン、やばドリルマンだよ。俺もファイヤーマンもいるよ。ちょっと待って、やばい、何これ、混戦しすぎじゃない。やばい、やってる。俺自分が何を得意とするタイプの選手なのか分かんなくなってきた。ボンバーマンにしちゃ切れすぎだけどね、明らかに。来た、やれるね。オッケー、やれた、やれた。あとは君だよ、ファイヤー。うまい、ノロノロ。よし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 。あとどんぐらいでボスなんだろう。もうちょいかな。2個。あー、俺のデカ火。ちょっとアイテム集めすぎたみたいだな。オッケーオッケーオッケー。ラリーバック。僕のナイス。え、何やった今の。方は自分のだけどね。まあ言うて完璧にやった。ねえ、行かせて。じゃあ、だって後ろの緑だよ。あ、後ろの緑。どうだ。あ、なんかあんのかな。爆弾置いた。あー、出てきた。あー、おー、いきなり溢れたやん。いや、でももう今だ、しょうがないよね。しょうがないよね、あれは。あんな急にさ、増殖してくるのやばくない。だから俺のやつ気をつけてればいい。このトゲトゲって何なの。いや、それあのブロックを貫通すんのよ。あ、貫通してんのか。あれ、いつクリアしたわ。いや、これ入っちゃって今避けようと思ったら。アイスじゃないの。すいません、今のやり合うよりはもうクリアしちゃう。あ、来た。集中力、君大きいね。一緒に遊ば。
声優やめんなよ。声優やめんなよ。いやいや、ちょっといや、もう集中しないと。ボスガチで強いから。凶悪ボンバーメン。男を話せ。あんま上手くないね。ちょっと大きいくらいがなんだ。引っ張られちゃダメだもんね、この人に。俺たちは怖がったりしないぞ。怖がったりしないぞ。うううう。ボンバーマン。デッキ上がるぞ。こういう系ね。こいつはね、パワー系だねってボスは。行くぞ、やるぞダディ。オッケー。うわ早っ。お前パワー系じゃねえのかよ。みんな。うわーい。田中さんしれっとお亡くなりになるのやめてもらっていいかな。やべ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 やってる。え？あ、敵のさボムめちゃくちゃ広くないってか。やばい広い。結構俺今追い込んでたくない？めっちゃうだれたるそう。え、やばいやばいやばい。今のはもうどう頑張っても阻止できないや。え、これさ、かぼちゃのさ爆弾めっちゃやばくない？でかい、ガチで範囲が強えよ、コーチ。え、やばい、コーチ無理。勝てる、諦めんな、コンティに押せ。怖っ。こんなもんお前一心裏に爆弾置きまくるしかないんだよ。あやばい、数で勝負だ、数で。めっちゃ面白い。おい、数で追い込んで数で勝負しろ。しゃあ自分の命を削って。そうでいいんだよ、お前これで世界の栄誉を取り戻すためなんだよ。待ってくるよ。うわでっか。相手が状況を把握する前に数で勝負だよお前。でかっ。俺1個しか置けないんだよボンバー。なんでお前8個も置けんの。アイテム持ちすぎだろお前。どうしよう、怖い怖い。コーチ俺前行けない、怖い。一回1個置いてみるか。断られた。え、こっち火吹いてくる。俺ボンバー1個しか置けないからさ。やべやべやべ、えげづらいえげづらい。手に当てんのか。あ、つ、俺まあまあダメージ与えてる。あ、なんか右側のやつぶっ壊れそうだよ。え、これさ何に当てんのボンバーを。これさ黄色いのが巻いてある手あるやん、うん、これに置くのよ。これに当てるとほら壊れかけるじゃん。これを壊していこうよっていう。でも木なくなった。いやうるす。はい、コンビニ押して。はい。集中。俺さ、いっ、おいしょ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 、1個ってやばくない？ずっと文句言ってるやん。あ、壊した。あ、これさ今のうちにさ、この奥のさ木みたいなやつが左奥にあるのよ。そいつそいつそいつ絶対そいつ。え、誰、どこに、どこに何を置くの。全部あのさ火吹いてくるさなんかあるやん、うん、この本体みたいな、うん、これに当てんだって絶対。ほらこいつこいつ今正面にいるやつ。あ、こいつ絶対こいつだって。なんかこいつだって本物っぽいもん。あ、やってる正面のやつ。かわいい俺。ほらこういうことだべちゃん。え、なんなのあれ。あのブロッコリーを壊せばいいの。そういうこと。ブロッコリー破壊術だよ。だからお前にお教えするのは1個じゃ無理あるぜ俺。でもお前ジュニアの時からそうやって無理なことを可能にしてきてじゃねえかよ。確かに危ねえ。あ、ダディ俺やられた。え、なんで。いや敵もねこんだけねいっぱい攻撃出してるってことは慌てちゃってるからだいぶね。あいや敵もだいぶ追い込まれてる。だってさあ焦ってる今回は。焦ってる焦ってる焦ってるよ。敵も敵も焦ってきてる。だってね慌てていっぱい攻撃してきちゃってるもん。ほらほらダディダディほらほら見て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 。ほらはい、もう手2個壊れちゃってるか。あー怖いね怖いね。負けるの怖いね。ボスなのにね。で、あと1個。来た。
はい、顔顔顔顔どこ、あ、俺の方だ。おいといといとい、え、攻撃当てた。絶対こいつ今痛くてビビってるはず。うい、痛い痛い、もう痛くないって言ってるよ絶対。火吹いてる間お前無防備なんだよ。自覚あるだろその。でも自分で分かってんだろ今この状態が無防備になってるって。あれあれあれ、顔面こっちでさ終わらしたよね。無防備になってるけどその攻撃やめられないんだよな。なあ、あと1個になったらさ俺が倒しに行ければいい。やばい、ダリーでもこれいけるぞ。俺なんかブロッコリーがブースカしてるぞお前。やばい、カリフラワーになる。あーこいつ焦ってる焦ってる、ガチ焦ってる。カリフラワーになるな、もうちょっとで。思ったよりこいつら攻撃力高いとか思っちゃってる。お、顔顔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 、ブロッコリー、バーニングブロッコリー来たんじゃない。もう一回ブロッコリー。え、お前まだかよ。やばくない、いた。めっちゃ怒りマークついてるよ。あ、だって一人になった。いいんだよお前、その一個が大事なんだよお前。あ、ほら突っ込んじゃうから。早っお前、コンテニュー時間ないからね、容赦なく。あ、2個壊れてる。いった、壊した。ブロッコリー、バーニングブロッコリー。え、まだ？いった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 、やったー、バーニングブロッコリー完成じゃない？しゃー、やっと丸焦げブロッコリーだよ。ボンバーマンってこんなにちゃんとした難しいゲームだっけ。めっちゃ疲れた。はい、クリア。また遊ぼうね。はい、ありがとう。ということで今回はスーパーボンバーマン R のストーリーモードを体験しましたということで、はい、アイテムが重要ですね。めっちゃ重要だし、俺なんだっけな、モバイル版でやってたのかな、携帯のアプリとかのボンバーマンってあるじゃん。あるね。多分それをね、ジュニアの時によく電車の中でやってたイメージが。はい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 。だから多分それ時に比べてストーリーとかも多分なかったから俺がやってる。おー、でもやっぱ面白いポイント、シンプルかつみたいなとこは変わってないし、なかなか難しかったね、ストーリーモード凝ってたし、うん、でもやっぱボンバーマンの本質は簡単な操作でっていうとこは変わってないから、うん、面白かった。面白かったですね。さあ、ということでこの動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。またねー。